ただいまより岸田内閣総理大臣の記者会見を行います。はじめに岸田総理から発言がございます。それでは総理、よろしくお願いいたします。はい、本日、臨時国会の、会期末を迎えました。69日間の、会期を、予定通り終え、総合経済対策を動かすための第2次補正予算、さらに将来の感染症危機から国民を守るための感染症法改正をはじめ、ほとんどすべての政府提出法案を成立させることができました。臨時国会を終えるにあたり、総理大臣として先頭に立って実現に向けて力を尽くした旧統一教会の被害者救済等総合経済対策の2点を中心に所感と今後の対応をお話しいたします。この会期中、内閣総理大臣として旧統一教会による被害に苦しむ方々と直接お会いをいたしました。その体験は胸が苦しくなる、まさに凄惨の一言に尽きるものでありました。問題の深刻さを深く心に刻み、信教の自由や財産権などを保障する憲法や現行の我が国の法体系の下で最大限の規定を盛り込んだ新法を作るように指示をするとともに、今国会での成立に向けて強い覚悟で臨みました。関係省庁のスタッフには夜を徹し、また土日を返上して前例のないスピードで法案策定作業を進めてくれました。政府与党の緊密な連携の中、茂木幹事長を先頭に与野党調整も進めていただきました。被害に苦しむ元信者や家族が直面する困難を前に、与党も野党もない、野党のご意見もできる限り取り入れつつ、与野党の垣根を越えた圧倒的多数の合意の下で新法を成立させることができました。審議を見守っていただいた国民の皆さん、円滑な審議にご尽力をいただいた関係者の皆さんに心から御礼を申し上げます。しかし我々は新たなスタート地点に立ったばかりです。被害者がこの制度を利用しやすい環境を早急に整備することに全力を傾けます。省庁横断のチームで法テラスなどの関係機関とも密接に連携をしながら、必要な政府支援を迅速に行い、新たな制度をしっかりと運用してまいります。次に、物価高克服経済再生実現のための総合経済対策です。国会では2つの予備費を含め財政支出39兆円という今回の経済対策の規模について活発な論戦が行われました。来年の世界経済については時を追うごとに下振れする方向で見通しの改定が相次いでいます。先行きの不透明さが増す時こそ、国民生活、雇用の安定、事業継続に向けて万全の備えを用意するとの私自身の判断に沿って策定したのが今回の総合経済対策です。今回の対策により、リッター25円程度の値下げ支援を行っているガソリン、灯油の激変緩和措置を継続することに加えて、電気料金についても来年1月から全国一律の料金支援を始めることが可能となり、
同様の支援措置を講ずる都市ガスと合わせ、標準的な家庭で9月までに合計4万7000円の支援を行ってまいります。事業者向けにも再エネ賦課金相当の電気料金支援や同レベルのガス料金支援をスピーディーに実施をいたします。今回5つの大手電力会社から値上げ申請が行われました。これに追随する動きもあります。政府としては今回の値上げ申請に対し厳正で厳格な査定を徹底してまいります。子ども・子育て支援についても力を入れました。我が国の未来は子どもにかかっています。岸田内閣として引き続き子ども真ん中政策を徹底してまいります。まずは妊婦や子育て家庭への伴走型の相談支援を充実させるとともに、妊婦健診時の交通費やベビー服等の育児関連用品、産後ケア、家事支援サービスなどに使える10万円相当の経済的支援を一体的に所得制限を設けることなく来年以降も継続してお届けをいたします。また来年度から出産育児一時金を現行の42万円から50万円へ大幅に増額をいたします。これは過去最高の引き上げ幅です。こうした取り組みを先行させつつ来年4月に発足する子ども家庭庁のもと政府の総力を挙げ子ども真ん中社会の実現に向けた道筋を来年6月までにお示しをいたします。成長戦略も重要です。今回の対策には日本の未来を切り開く新しい資本主義実現のための対策も数多く盛り込みました。大切なことは企業や家庭に眠る現金や預金を設備投資や研究開発投資そして賃上げといった未来への投資に官民が力を合わせ分配していくことです。このため半導体、グリーントランスフォーメーション次世代の通信技術さらにバイオ宇宙こうした戦略分野への国内投資を7兆円規模の補正予算で支援をいたします。官民連携による投資を重視する新しい資本主義の取り組みを通じて企業の国内投資意欲は高まっています。今週国内投資拡大のための官民連携投資フォーラムを設立いたしました。その場で経済界から年間100兆円という5年後の設備投資の見通しが示されました。バブル期に匹敵する過去最高水準の投資であり名実ともに日本経済を新たなステージに引き上げることができるものです。今回の補正予算を活用し純粋な民間投資としてはリスクが高いですが地域の経済への波及効果が大きいこうした先導的な投資をさらに引き出していきたいと思います。そして日本経済再生の鍵を握るのは構造的な賃上げです。構造的賃上げの実現に向けてリスキリング、転職、正規社員化などを支援する5年で1兆円の人への投資パッケージを盛り込みました。リスキリングのみならず転職キャリアアップまで一気通貫で支援する仕組み作りや主体的に成長分野であるデジタルやグリーンについてのリスキリングに取り組む個人への直接支援など
働く個人一人一人に着目をし、その努力を支援する仕組みを全力で広げてまいります。産業構造の大きな変革に合わせて、失業なき労働移動を進め、構造的な賃上げを実現していくための制度的な土台を早急に作っていきます。これらの対策について、できる限り早く広くご活用いただけるよう、私が本部長を務める物価賃金生活総合対策本部の下で、補正予算の全事業の進捗状況を毎週チェックをし、集計していく体制を整えました。地方議会の日程なども踏まえて万全に対応をしてまいります。最後に、新型コロナ対策について申し上げます。いわゆる第8波への対応については、インフルエンザとの同時流行も念頭に、これまで拡充強化してきた医療体制に加え、発熱外来や電話診療、オンライン診療の体制強化などに取り組んできました。今国会では感染症法を改正いたしました。足元の新型コロナ対応のみならず、次の感染症危機のリスクもにらみ、医療機関の人員確保、円滑な入院調整、病床確保、緊急時の保健所機能や検査体制強化、さらには機動的なワクチン接種を行うため、新たな備えを強化してまいります。これから年末年始、感染が拡大しやすい時期を迎えます。体制を整備し、加速してきたワクチン接種は1日100万回を超えました。国民の皆さんには、ご自身や大切な方を守るため、引き続き早期のワクチン接種をお願いいたします。また寒い時期ではありますが、換気をうまく行っていただくなど、感染対策に万全を期すようお願いをいたします。国民の皆さん、ぜひ共にこの年末年始を乗り越え、この来年は平時の生活を全面的に取り戻そうではありませんか。年末、防衛力の抜本的強化、令和5年度予算編成と税制改正、グリーントランスフォーメーション実行計画の取りまとめなど、重要な課題が山積をしています。これらの課題一つ一つにベストの結果を出してまいります。特に防衛力の抜本的強化は、厳しい安全保障環境を前に一刻の猶予もない待ったなしの課題です。今後5年間で緊急的に防衛力を抜本強化する。その結果として、令和9年度には防衛力とそれを補完する取り組みを GDP 比 2% に強化をする。その強化された防衛力を維持強化するための安定財源を確保する。年末この3点を三位一体で国家の意思として毅然として内外に示す、強い決意を持って臨んでまいります。私からは以上です。それではこれから皆様よりご質問をいただきます。指名を受けられました方は、お近くのスタンドマイクにお進みいただきまして、社名とお名前を明らかにしていただいた上で、一人一問ご質問をお願いいたします。まず幹事社からご質問をいただきます。それでは読売新聞、中川さん。読売新聞の中川です。はい。防衛力強化のための財源についてお伺いいたします。総理は歳出改革などの一方、増税も行う、こうした考えを示されています。安定財源の確保は必要だと、こういうことかと思います。ただ増税をめぐっては、一部閣僚や自民党内などから反発や懸念が出ています。負担が増えてもその分受益できる、
まあ、こうした理解を政界そして広く国民から得ることが必要になってくると思いますけれども、今後どのように理解を求めていくお考えでしょうか。また自民党内には選挙公約に防衛増税を明記され、まあ、していない、やるなら国民に信を問うべきだ、こういった意見もあるようです。防衛増税を争点に衆院解散総選挙を行うことも選択肢に入ってきますでしょうか。お答えいただけますでしょうか。よろしくお願いします。はい、まずご理解いただかなければならないのは、増税が目的ではないということであります。防衛力の強化維持が目的です。今、まあ、国際情勢は不安定化流動化しています。我が国をめぐる安全保障環境も厳しさを増しています。こうした状況を前に、まあ、総理大臣として5年間で抜本的に防衛力を強化することを決断いたしました。5年間かけて強化する防衛力はその後も維持強化していかなければなりません。それがこの国家国民の平和と安全を預かる総理大臣、自衛隊の最高司令官としての総理大臣の使命だと考えています。そしてそのためには強化する防衛力を未来に向かって維持強化するための裏付けとなる財源、これは不可欠です。これは未来の世代に対する私たち世代の責任でもあると考えています。このため防衛力強化の内容、予算、そして財源のこの3つを本年末に一体的に決め、国民の皆さんに明確にお示しをする、この方針を国会においてもまた会見においても一貫してたびたび申し上げてまいりました。そしてその財源については、財務省に対し歳出削減、余剰金、また税外収入の活用などありとあらゆる努力検討を行うよう厳命をいたしました。その結果として必要となる財源の約4分の3は歳出改革等の努力で賄う道筋ができました。残りの4分の1について国民の皆様にご協力をいただくことを考えていますが、これについても現下の経済状況等を踏まえて9年度に向けて複数年かけて段階的に実施することとし、その開始時期については柔軟に対応してまいります。そして個人の所得税の負担が増加するような措置は取らないこと、また来年度から増税を開始することもないということを申し上げているところです。国民の皆さんに私たちの今の平和で豊かな暮らしを守るために、また私たちの世代が未来の世代に責任を果たすために協力ご協力をいただきたいと考えています。いずれにせよ与党税制調査会で丁寧に議論をしてもらいます。国民の皆様には引き続き丁寧に説明をさせていただきたいと思っています。なおご質問にあった解散総選挙については全く考えておりません。以上です。続きまして、幹事社の日本テレビ平本さん、お願いします。総理、日本テレビの平本です。よろしくお願いします。はいはい、臨時国会で野党側は、秋葉大臣の更迭を求めていました。さらに国民民主党の玉木代表の入閣についても一部報道がございました。先ほど総理おっしゃったように、年末年始は非常に政治課題山積ではありますが、この秋葉大臣の交代でありますとか、もしくは国民民主党の玉木代表の入閣も含めたこの内閣改造を行うことで、この体制の立て直しを行っていくお考えはありますでしょうか。はい、まずいくつもの内外の難局に同時に
直面している中で、それぞれの難題に正面から立ち向かい、国民にベストな結果を一つ一つ出していかなければならないと思います。そのために適材適所でベストな体制を組み、内閣総理大臣として先頭に立って取り組んでまいります。こうした基本的な姿勢、徹底徹尾貫いてまいりたいと思います。しかしながら現時点で内閣改造については考えておりません。これは従来から申し上げている通り、内閣改造について私自身全く考えていないということであります。ここからは幹事社以外の方からご質問を受けていたします。ご質問を希望される方は挙手をお願いいたします。こちらで指名いたしますので、マイクにお進みください。それではフジテレビの瀬島さん。フジテレビの瀬島です。よろしくお願いします。日中関係についてお伺いします。防衛三文書改定の中国をめぐる記述や、党三役として19年ぶりとなる萩生田政調会長の台湾訪問などで中国の反発が予想される一方で、総理ご自身は先月日中首脳会談を実現し、日中関係の立て直しを進める姿勢を示されています。来年 G7 サミットを控える中で、対中戦略をどのように描かれますでしょうか。また総理自身の対中のタイミングをどのようにお考えでしょうか。はい、まずは本年末までに策定する、新たな国家安全保障戦略の内容について、期日については現在検討中であります。よって期日ぶり、これはまだ決まっていない状況です。その上で、中国に関しては、先般習近平国家主席と対面で初めての日中首脳会談を行いました。日中関係の大局的な方向性とともに課題懸案、さらには協力の可能性も、率直かつ突っ込んだ意見交換を行う中で、私自身考え方を示させていただきました。日中間には現在でもさまざまな可能性がある一方で、数多くの課題あるいは懸案が存在します。私自身の訪中等については何も決まっておりませんが、今後とも首脳レベルを含めあらゆるレベルで緊密に意思疎通を図り、この主張すべきは主張し、そしてこの責任ある行動を強く求めつつ、諸懸案を含め対話をしっかり重ね、共通の課題については協力をする、こうしたこの建設的かつ安定的な関係を構築していかなければならない、そうした関係を双方の努力によって構築をしていく、これが日中関係に関しての基本的な考え方であります。こういった考え方に基づいて、その日中関係のこのありようを考えていきたいと思います。その中で具体的な日程等を考えていく、こういった姿勢で臨んでいきたいと考えます。それでは次の方、NHK の清水さん。お願いします、はい、今後の外交方針について伺います。日本は来月から G7 の議長国になりますが、ウクライナ情勢をめぐっては G7 はウクライナへの積極的な支援、ロシアへの厳しい制裁を重ねてきました。来月以降議長国としてこうした方針を維持していくお考えでしょうか。どのように議論をリードしていくお考えでしょうか。また議長国は慣例として各国を訪問し会談を行うことが多いと思いますが、来月にかけてどのような外交日程を描いているかもお聞きします。お願いします。はい、まず国際社会は今、ポスト冷戦期の終わりという、歴史の岐路にあります。またロシアによるこのウクライナ侵略、大量破壊兵器の使用リスクの高まり、こうした未曽有の危機にも直面していると
認識をしています。まあ、こうした中で開催される、まあ、来年の G7 広島サミットでは、武力侵略も、核兵器による威嚇も国際秩序の転覆の試みも、まあ、断固として拒否をするという、まあ、G7 の強い意志を、まあ、歴史に残る重みを持って、したいと考えています。まあ、そうした考えのもと対ロシア制裁並びに対ウクライナ支援、周辺国への協力など、まあ、G7 各国と協調しながら引き続き協力に推進をしていきたいと考えています。またその際アジア唯一の G7 メンバーとして欧州と私たちインド太平洋地域の安全保障を切り離して論ずることはできない、これを議論の中で強調していきたいと思います。その上で中国との関係では今後とも首脳レベルを含めあらゆるレベルで緊密に意思疎通を行い主張すべきは主張し責任ある行動を強く求めつつ対話を重ねていく先ほど申し上げましたような建設的かつ安定的な関係構築に向けて双方で努力をしていきたいと考えています。そして今後の私の外交日程については何ら決まってはおりませんが来年5月までの間G7 をはじめ各国首脳と積極的に議論を重ねながらまた各国首脳との個人的な信頼関係をベースにしてこの広島サミット成功に向けてさまざまな努力を行っていきたいと考えています。それではその次、ではウォールストリートジャーナルのランダさん。先ほどのロシアウクライナの続きですけれども、はい、日本は、ロシアから天然ガスを輸入してその代わりに日本から軍事利用も可能な中古車をロシアに大量に輸出しています。まあ、日本はウクライナ側に立っているという立場であるということは承知していますけれどもこの事実上のロシアに対する軍事支援をどのように位置づけますか。お願いします。はい、まずロシアによるウクライナ侵略は力による一方的な現状変更の試みであり欧州のみならずアジアを含む国際秩序の根幹を揺るがす暴挙です。その中で我が国はこれまで G7 と足並みを揃えて迅速に厳しい制裁措置を実施しています。そしてその中で今この乗用車の対ロシア輸出についてご指摘がありましたがこれらはこの欧州等と足並みを揃えた輸出規制措置を実施しているということであります。そしてロシア産原油については G7 の合意に基づき対応している日本への輸出量は大幅に減少しているというのが現状であります。したがってこのロシアに対する事実上の軍事支援を行っているこういったご指摘は当たらないと思っています。今後とも一刻も早くロシアが侵略をやめるようそして制裁が一層効果的になるよう引き続き G7 をはじめとする国際社会と緊密に連携していく所存です。なお先ほど軍事転用軍事利用も可能な中古車というご指摘がありましたが日本からの輸出中古車が軍事用途で使用されているという情報はありませんが具体的な情報がある場合には外為法に基づいて個別に輸出規制を行っていくことになると考えています。それでは次の方、産経新聞田村さん。産経新聞田村です。はい、よろしくお願いします。憲法改正についてお伺いします。今国会でもですね憲法審査会で緊急事態条項などをめぐって、活発な議論が行われたと思います。で、その政府が防衛力強化を進める中で、この自衛隊の明記というのも改めて重要なテーマになっているとい
というふうには私は思っているんですが、この自民党総裁としてですね、その改正議案の作成など、来年の通常国会に向けて、具体的な改憲に向けた取り組みを、どのように進めていこうというふうに、お考えかお聞かせください。はい、まず今般 の, その臨時国会では、憲法審査会において実質的な討議が行われ、緊急事態条項をめぐっては各党の主張に関する論点整理が行われました。こうした議論を通じて国会で与野党の合意を得ながら一つ一つ結論を出していく必要があると考えており、そのための一歩として歓迎をしたいと思っています。憲法改正について議論の進め方あるいは内容について、直接申し上げることは行政府の長として控えなければならないと考えますが、憲法改正の発議にはその内容について国会議員のこの3分の2の合意を得なければならず、国会においてより具体的な議論を進め、そして、賛同する方々を増やしていく、これは大変重要なことです。引き続き与野党全体で一層活発な議論をが行われること、これを心から期待をしたいと思っています。以上です。それでは、毎日新聞高橋さん。毎日新聞の高橋です、はい。先ほど G7 広島サミットに向けてですね、5月までに首脳会以降を通じてさまざまな努力をしていきたいということをおっしゃいました。で年末年始にですね、訪米の可能性はあるのかということとですね、月内に改定する安全保障の3文書に合わせて米側と日米ガイドラインの見直しについて協議を進めるお考えはありますでしょうか。はい、まず私の外交日程については、ご指摘の国々との関係も含め何ら決まってはおりませんが、来年は年初より G7 の議長国、そして安保理非常任理事国、こうした役割を担うことを踏まえて、引き続き積極的に首脳外交を展開していきたいと考えています。その中で G7 をはじめ各国首脳と議論を重ね、個人的な信頼関係を深めつつ、令和5年という重要な年の外交面での取り組みについても異論なきを取り組んでいきたいと考えています。なお年末までに新たな国家安全保障戦略等を策定するための検討を進めているところですが、日米ガイドラインの扱いについて現時点で何ら決まっているものはないと承知をしています。いずれにせよ引き続きさまざまな分野における日米の防衛協力をさらに推進し、日米同盟の抑止力対処力、これを一層強化していく考えです。以上です。それでは次の方、それでは神保さん。ありがとうございます。ビデオニュース .com の神保です。総理、防衛三文書の改定の話さっき出ましたけれども、総理は内容、それから予算規模、財源を同時に示すというふうにおっしゃっておられました。しかしですね、内容についてまだあまり我々は聞かされてないうちに、なぜか財源論、それから増税だの国債だのいろんなその予算の話、そっちの方がどうも先行しているように見えるんですが、これは1点目おかしくないですか。中身がわからないのになぜか金額が出てくるっていうことが、なぜなのか、それからもしその内容がですね、これまで断片的に伝わってきているような敵基地の攻撃能力であるとかですね、あるいは予算がその防衛費が倍増するというようなことになるとですね、これは日本にとっては戦後の防衛政策の抜本的な変更になると思うんですが、
そうなるとですね、その説明がないままそれがまあ今週に来週にも閣議決定されるということはですね、まあ、どう見てもちょっと拙速のようにも思うんですが、総理はこれをまずそもそも戦後の防衛政策の根本的な変更だというふうに総理としては考えておられるのかどうかも含めてですね、その点をお願いいたします。今回の取り組みは、まあ、安全保障政策あるいは、まあ、日本の財政政策においても、大きな転換であると思います。だからこそこれは内容と、そして予算とそして、この財源と、これを一体として議論をすることが重要である、このように申し上げてきました。5年間で防衛力の抜本的強化、そして抜本的に強化された防衛力の未来に向かっての維持強化、そしてそのための安定財源の確保、まあ、こうしたことが重要だということ、これ通常国会の時からずっと再三申し上げてきました。そして NSC4 大臣会合での議論、あるいは NSC においてもその国家安全保障局においても有識者の方々のヒアリングを行い、そして有識者会議も立ち上げ、報告書を受け、さまざまな議論を積み重ねてきました。今年の初めからこうした議論を積み重ねてき、その間ずっと年末に向けてこの内容とそして予算とそして財源、これを一体的に決めるんだということを言い続けてきました。こうしたさまざまな議論を積み重ね、そしてこれからいよいよ年末を迎えるということであります。こうした積み重ねのありよう、この内容についてはまだこの確定をしているわけではありませんが、できるだけこの議論についてもさまざまな関係者に関与してもらいながら、このありようについて議論をこの展開してもらう、こうした形によって多くの国民の皆さんの理解を得るべく努力をしてきた、こうしたことであります。一方で今私たちの置かれている安全保障環境、急速に厳しさを増している、この中で一刻も早く国民の命を守るために政治として責任を果たさなければいけない、こうしたこの必要性にも迫られています。その中にあってこのずっと積み上げてきたこの防衛力に関する内容と予算と財源の議論、このぜひ年末に向けて取りまとめ、それを示すことによって国民のこの安心安全につなげていきたいと強く思っています。拙速だというご指摘もありましたが、こういった過程を積み上げてきたということも含めて、国民の皆さんに対する説明も引き続き努力を続けていきたいと考えています。それでは次、東京新聞の坂田さん。東京新聞の坂田です、はい、少子化対策についてお尋ねします。総理は子ども真ん中政策を徹底するとして出産育児一時金の引き上げも示されましたが、一方で子ども関連予算の倍増に関しては来年の骨太で道筋を示すとし、年1兆円強の増税を明言した防衛費の増額と比べ後回しになっているとの指摘が上がっています。今年の出生数は統計開始以来初めて80万人を割り込む見通しで、専門家はこのままのペースでは社会保障制度の維持が難しくなると警鐘を鳴らしています。こうした国民の不安を早期に解消すべきかと思いますが、少子化対策、子育て支援への考え方を改めてお聞かせください。また、来年の骨太では、具体な内容、予算規模、財源、達成時期まで示すお考えもあるのか、合わせて教えてください。はい、まず、子どもは国の宝です。希望すれば、誰もが子どもを産み、育て、子どもの笑顔あふれる国を作っていきたいと考えており、
少子化対策、子ども予算については岸田政権の最重要課題の一つであると考えています。今回の経済対策においても先行的に妊婦低年齢児を対象とした伴走型支援と10万円の経済的支援を組み合わせた事業を創設しました。また大幅引き上げを約束した出産育児一時金についても来年4月より現在の42万円から50万円に引き上げる方向で調整を指示いたしました。これは8万円の引き上げ、これは過去最大となります。そして今後の子ども政策に関する予算についてはこども家庭庁のもと子どもの視点に立って必要な政策は何なのか、これをしっかり議論した上で体系的に取りまとめ、社会全体での費用負担の在り方の検討と合わせて子ども政策の充実に取り組んでまいります。すでに来年4月の子ども家庭庁の発足を待たず、全世代型社会保障構築会議において議論を進めているところですが、必要な政策の中身しっかり議論した上で来年の骨太の方針において将来的な予算の倍増を目指していく、こうした上でのこの当面の道筋、これを示していきたいと考えています。それでは次の方、京都新聞の岡田さん。京都新聞の岡田です。北陸新幹線の敦賀新大阪間整備事業についてお尋ねします。この区間については与党のプロジェクトチームがですね、来年度当初の着工を求めておりますが、環境影響評価の遅れであったり残土処理などさまざまな課題も指摘されております。与党幹部からはですね、来年度当初の着工は厳しいとの認識が示され、着工後に予定していた作業の一部を前倒しすべきとの声も上がっております。総理は現状で来年度当初の着工は可能とお考えでしょうか。もし難しいとお考えならその理由は何でしょうか。作業の前倒しは可能かどうかと考えられる作業内容についても合わせてお聞かせください。北陸新幹線敦賀新大阪間については、現在鉄道運輸機構において、現地調査等による環境影響評価、これを実施中です。この環境影響評価の進捗については、一部地域で環境影響に関する懸念の声があり、当初計画より遅れていると承知をしています。ご指摘の着工の時期や着工後に予定していた作業の一部前倒しについては、現在国土交通省において検討中です。この中で京都駅や新大阪駅の整備、発生度の処理などの施工上の課題について目処を立てることが重要であると考えており、来年度の事業内容については調整を行っているところであるという報告を受けております。それではその次に日本放送の畑中さん。日本放送畑中と申します。防衛費の財源について伺います。先ほど総理は増税が目的ではないというふうにはおっしゃってましたが、国債発行についての選択肢があるのかどうか、これは財政法ですとか安定財源の問題もありましょうし、また戦前への先祖返りを危惧する声もあるかと思います。一方で自民党の議員からは一部でこの発行を主張する声もいまだにあるようでありまして、この防衛国債発行の今後5年間ということで、その中での可能性も含めてですね、総理のお考えをお聞かせいただけますか。はい、まずですね、この5年間で抜本的に防衛力を強化するにあたっては、財源がないからできないという立場は取らない、これは従来から申し上げてきたところです。したがって新たな防衛力整備計画の5年間は必要な防衛費43兆円
を優先し、その財源は歳出改革等の取り組みに加え、特別会計からの一時的な受け入れ、さらにはコロナ対策予算の不要分の活用、また国有財産である大手町プレイスの売却など、あらゆる工夫を先行して始めることといたしました。しかし、この5年間で抜本的に強化される防衛力は、5年後も未来に向かって維持強化していかなければなりません。それが国家国民の平和と安全を預かる総理大臣の使命であると考えています。そのためには安定した財源が不可欠です。この点まで国債でというのは、未来の世代に対する責任として取り得ないと思っております。この歳出改革や税外収入の確保など、財源確保のあらゆる努力をした上で、最終的に国民の皆さんに一定のご負担をお願いせざるを得ないということから、与党税制調査会において検討を指示した、こういった次第であります。それでは大変恐縮ですが、あと2問とさせていただきます。それでは時事通信の石垣さん。時事通信の石垣です。新型コロナ対策でお伺いします。新型コロナの感染症法上の扱いについて、現在の2類相当を季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げることを含めた検討が始まっております。致死率や重症化率が低下していることを踏まえて、より一般の病気に近い対応をすることで経済を回していくべきだという考え方もありますけれども、首相はこの見直しについてどういうふうにお考えでしょうか。先ほど年末年始を乗り越えて平時の生活を取り戻そうというふうにおっしゃいましたけれども、見直すとしたらいつ頃、どのような状況になればそれが可能になるというふうにお考えでしょうか。はい、新型コロナについては、行動制限を行うことなく夏の第7波を乗り越え、9月にはウィズコロナに向けた新たな段階への移行の全体像をお示しし、そして感染症法上のこの扱い等についても、全数報告の見直しや療養期間の短縮、こういった緩和をすでに行っております。この社会経済活動との両立を、こうした形で進めているところですが、新型コロナの5類への引き下げを含めた感染症法上の扱いのさらなる見直しについては、これ衆議院における感染症法案の修正も踏まえて、厚労省においてコロナウイルスの病原性の評価等について専門家による議論、これを開始をいたしました。こうした専門家の意見を聞きながら、最新のエビデンスに基づき議論を進めていきたいと存じます。いつまでにということでありますが、これについては今言った形で議論を進めながら、この感染状況等をしっかりと確認をした上で、専門家の皆さんの意見も聞きながら判断をしていかなければならないと思っています。それでは最後にテレビ東京篠原さん。テレビ東京篠原と申します。はい、防衛費の財源について重ねて質問させていただきます。はい、国民負担をですね、明確に示して理解を求めるというのは一つの政治の見識であると思う一方ですね、やはり参議院選挙の時点 で、 ですね、ある程度国民負担を求めるのであれば、そういった税負担の可能性も含めてですね、国民に問うべきではなかったかというふうにも思うわけですね。で、そういう意味ではやはりそういう選挙の公約なくですね、増税という話が出てきたことで、総理が普段大事にされている政治の信頼という点でですね、そこを毀損しかねないのではないかという思いもあるんですけれども、この点については総理はどのようにお考えでしょうか。先ほど申し上げましたが、内容と予算と財源について、
一体に考えていく、議論していく、こういった方針を、年の初め通常国会からずっと申し上げてきました。そうした議論 を続けていく中で議論が詰まっていき、そして財務省に最大限の努力をする中で、新たに必要となる財源の4分の3を、賄うめどが立った、しかし残りの部分についてはこれ 今の世代も含めて国民の命や暮らしを守るために必要な財源をどう賄うのか、またこの今の世代の負担をこの避けてそれを未来につけ回すことが今の世代にとってその未来に向けての責任を果たしたと言えることになるかどうか、これを考えなければいけない、こうした議論が詰まってきたわけであります。参議院選挙 の時期を乗り越えてこういった議論が詰まってきて、今国民の皆さんに、このご協力をお願いしなければいけない、こういったことを申し上げているわけです。これ議論の積み重ねによってこういったことになった、こうした経緯について国民の皆さん に説明する、これは大変重要なことだと思いますし、その意味について、丁寧に説明をする、これは重要なことだと思います。この国民の皆さんにこの選挙を通じて、その考えを問う、これはその選挙の時期等に合わせていろいろこの選挙の公約等で訴えることももちろん大事だと思いますが、この選挙の時期にかかわらず政治はずっと動いています。その動きの中で今こういった議論が詰まっている、こういったことでありますし、先ほど申し上げたように今北朝鮮のこの挑発行動ますますエスカレートし、そしてさらなるエスカレートも予想されるなど、この我が国をめぐる安全保障環境大変厳しい中にあって、一刻も早く具体的な対応を考えなければいけない、これから5年先を睨みながらこれから作業をしていく、これは一刻の猶予もない、こういった考え方に基づいて議論を今詰めているわけです。このあたりについてこの国民の皆さんに説明をこの尽くすことによって信頼ということを大事にしていく、こうしたことは政治にとって大切な姿勢ではないか、このように思っています。それでは以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。